中村玄光の対極拳解説おはようございます。中村元光です。本日もよろしくお願いいたします。今回はこんなご質問をいただきました。先生は注意しとのことでお伺いしたいのですが、私は子供の時から不調が多く、虚弱体質だったのですが、近年、食事を変えるなどしてお薬を頼らずとも、 過ごせる日々が増えてきましたただ目の不調だけはどうしても良くならず強度近眼で今も眼科に通っている状態です中医学で改善できないかと思っているのですが先生の観点から見てのご意見をお聞かせいただけたら幸いですはいご質問をいただきありがとうございます目これは 非常に様々なところとつながっている部分です。今回はこのご質問にありました目について注意学の観点で解説いたします。中村の対極拳解説はい。まず目というのは一番物理的に言いますと心臓から血がどんどん送り出されていてそしてこの 基本的には引力によって血というのは下へ流れやすくて上には心臓、いわゆる血圧によって脳、頭の方へどんどん血を送っています。そして目というのは脳よりも少し下にありますが結構上にありますのでこれは血圧が弱かったりそして血の巡り心臓よりも上の頭への血の巡りがすごく目への影響が強くなります。 ということは心臓が血圧によって送り出す目への血の巡りはどうして悪くなってしまうのかといいますと首や肩や背中のこわばり緊張によってまず血の巡り目への血の巡りまあいわゆる血というのは栄養ですので目の調子が良くない視力とか目がどうしても調子が良くないなという人に限ってまずは首や肩や 背中の緊張、加わりを一旦チェックしてみましょうということです。対極圏的に言うと、距離、長形であったり、眼鏡抜敗であったり、そして上虚、果実という言葉があるように、上半身が緩んでいて、そして真剣追中肩、肘が緩んで下に降りていて、そして首が緩んでいるという言葉があるように、対極圏をするにおいても、これは 首や肩や背中の緩み、これ眼球バッぱもそうですよね、はすごく重要視されています。これは実は全て太極拳の要求ではなく、体の健康のために一旦そこをチェックしましょうね、というのが太極拳の要求に含まれている。と言っても過言ではありません。まずは物理的な血の巡り、首、肩、背中のこわばりは緊張していますがどうでしょうか。そこをまずチェックしてみてください。もし、 首肩、背中の緊張、こわばりがある方というのは、睡眠が良くない人、そしてどうしても様々なことが気になってしまう人、過敏症であったり、様々なことを考えすぎてしまったり、そういう方に多い傾向にあります。まずは何も考えない。これなかなか難しいかもしれませんが、頭を使いすぎない、緊張しない、気にしないということを 目指していきましょう。太極拳をするときにはもう太極拳のことだけを考えればいいので、太極拳をするときにはもう常にこう緩んで、挙令調気、深腱痛中、眼球ぱっぱい、常に緩むことを意識してやっていくと物理的な痛みぐらいは良くなる可能性があります。そして今回のご質問にありました中医学の観点での目です。中村原稿の太極拳解説お知らせです。 中村原稿の対極拳講習会イベントを開催いたします。これまで動画でお届けしてまいりましたが、実際に直接皆様にお会いしてお伝えしたく講習会イベントを開催することにいたしました。初めての方からベテランさんまで、どなたでもお気軽にご参加いただけます。演舞や講習を見るだけでも OK。途中で休憩しても OK です。 いずれの講習会イベントもできる限りご参加の方と直接交流ができるよう少人数制での開催となります。第1回の講習会は8月9日金曜日午後1時より3時まで東京八王子市内で開催いたします。場所の詳細はお申し込みをいただきましてからお伝えいたします。テーマは太極拳の歩き方、頬と股関節について深掘り。 全方向から実演、そして中村原稿の演舞もいたします。参加費は7月21日まで先行割引をしております。定員がありますのでお早めにお申し込みくださいませ。第2回の講習会は8月23日金曜日午前9時45分より11時45分まで、東京新宿付近の施設で開催いたします。 こちらも場所の詳細はお申し込みいただきましてからお伝えいたします。テーマは、対極拳の手の動き、押すについて深掘り、全方向から実演、そして中村原稿の演武もいたします。参加費は8月11日までの先行割引をしております。定員がありますので、お早めにお申し込みくださいませ。そして最後はイベントです。 一緒に動くだけではなく、皆様の質疑にその場でお答えしたり、ご参加の方全員への個別指導、記念撮影なども予定しています。日時は8月28日水曜日13時30分から16時30分、こちらも東京新宿付近の施設で行います。場所の詳細はお申し込みをいただきましてからお伝えいたします。こちらも参加費は8月11日まで先行割引をしております。 定員がありますので、お申し込みは概要欄にリンクを貼っておりますのでご参照くださいまたはこちらの太極拳オンラインのホームページへの QR コードをスマートフォンで読み取っていただきお申し込みができます心地よく楽しい時間を過ごしましょう皆様のご参加お待ちしております中村原稿の太極拳解説 そして今回のご質問にありました、注意学の観点での目です。目は肝、肝臓の肝に帰属するというふうに言われています。肝臓、中医学の肝というのは、まあ、いわゆるここにある肝臓という意味ではちょっと違うんですね。肝、中医学の肝とは何かと言いますと、まずはストレス、自律神経、そして筋肉、巡り、 ここういういとに関係します例えばストレスが多いなってなってくるとだんだん筋肉がこわばっていく、まあ、これ先ほどの物理的なことにすごく同じことになっちゃうんですけれどもストレスが多いというのはどこかが緊張するんです嫌だなと思った瞬間嫌だなと思った瞬間こそどこかがキュッと硬くなるんですねそうすると血の巡りが悪くなっていきがちです ですので、まずは、ストレスをしっかりと発散する。ストレスは何かというと、嫌なこと、そして自分が気になってしまっていること、それをまず解決、解消、または気にしないことです。そして、自律神経。自律神経というのは、よく言葉で自律神経で聞きますけれども、これ何を指しているかと言いますと、習慣的な自己調整です。暑い時には自然に、こう、 毛穴が、まあ、汗穴などが開いて自分の熱を、中にこもっている熱をちゃんと発散し、寒いなと思ったら皮膚がキュッと硬くなって熱が逃げないようにする。これが一番簡単な、まあ、気温とか外気における自己調整。そして精神的にも同じことです。わーとうるさいなと思った時には、そのうるさい音がなかなか耳に入りにくくするように違う自分の耳の感覚になっていくことであったりとか、そして 先ほどの寒いや暑い以外には乾燥や湿度、騒音、明るい暗い、すべて自己調整においてうまく自分がするがうまくいかない。これが自律神経の問題と言われています。この幅の広い、自分が思ったよりも暑い、思ったよりも寒い、寒いと思ったけどもちょっと暑く感じてしまう。そして明るすぎる、暗すぎる。このような両極端な この刺激というんでしょうか。自分が思ったよりも何か超えてしまっているもの。そういう刺激が強いところになるべく行かないことであったり、そして自分自身が自己調整しやすいような準備をすることです。湿度や乾燥、寒さ、暑さ。これは服装で何度かなります。明るさ。サングラスであったり、メガネであったり、そして行く場所であったり、行く活動する時間帯であったり、そして音。 これはまあ今のイヤホンであったり、そういう場所であったり、さまざまな準備をすることによって、自律神経にあまりこの幅を、この針の触れと一緒ですね。この針の触れをなるべくたくさんしないために、そういう活動、そういう準備をするということ。これが結構重要なポイントです。そして、筋肉です。中村原稿の対極拳解説そして、筋肉です。これは中医学の観点の 特有のものです筋肉に対してすごく大きな刺激を与えることによってこれは物理的に言いますと筋肉って先ほどの物理で言いましたら硬くなっているときって巡りが悪くなるじゃないですかそして筋肉が硬いということは血の巡りが悪い血の巡りが悪いということは末端とか自分が行き渡らせなければならないところに栄養が行きにくいということですこれはどこの筋肉関係なく例えば 対極をやりすすぎて、足がすごく筋肉痛になっってしまった。筋肉痛というのは筋肉が少し破壊されてそして回復することによって筋肉がどんどん大きくなっていくこういうふうにどんどん良い方向もあるのですがこれが超えていくもしくはそれ,をそれを何度も繰り返ししすぎてしまうと筋肉への負担が大きすぎてそれはイコール注意学の間、いわゆる血の巡りか いや、ストレスとか自律神経にも関係してしまいますよ。そこに悪影響が出てしまいますよっていう意味です。ですので、目は肝に帰属するというのは、筋肉を使いすぎても関係しますし、自律神経がうまくいかなかったとしても関係しますし、ストレスが多かったとしても関係します。特に精神的ストレス、感情的ストレスは特にこの肝に多く現れやすいと言われています。 特に肝に関係する感情は怒りです。イライラしたり怒っちゃったりすると肝に非常に良くないというふうに言われていますので、イライラすることは常に筋肉にも悪いし、自律神経にも悪いし、もちろんそれはストレスだし、それは肝イコール目にも悪いということです。もう少し言いますと、中医学の肝は 風というふうに言われてますので、風というのは風に当たってしまう、風に当たりすぎる。今の夏なんかで言いますと、扇風機やクーラー、エアコンの風に当たりすぎると、風がピタッと止まった瞬間に急に熱く感じるじゃないですか。これは何かと言いますと、風がどんどん皮膚に当たることによって、皮膚がどんどん硬くなって、その風によって自分の体温を逃が,逃がさないようにして、皮膚をこう、シャットアウトするんですね。これは 中医学の世界で、総理といって、皮膚が硬くなったり、柔らかくなったりして、熱を逃がす、こもらせるっていうことの調整のことを総理というのですが、これは風が当たりすぎることによって、皮膚は常に熱を逃さないようにして、自分の体の中に熱がこもりやすい状態になってしまいますので、扇風機に当たりすぎる、そしてエアコン、クーラーに当たりすぎることは、常に自分の体の中に熱がこもってしまう。中医学の中で、 熱が一番体に悪いんです。よく体を冷やさないようにと言いますけれども、それとはまた別で、体の中に熱がこもればこもるほど、自分の体は乾きやすくなってしまい、乾くということは粘膜が乾いてしまうので、もちろん免疫が下がりやすくなり、そして体の中に熱がこもるということは、精神的にもイライラしやすくなったりします。 そして、ほてりが出てくると、今度は汗が出すぎて、眠りが悪くなってしまいますので、この熱のこもりが最も体に悪いというのが中学の考え方ですので、これは目から派生した考え方なのですが、辛いものを食べすぎたり、そして、風に当たりすぎたり、そして、ストレス。ストレスももちろん、それは熱になっちゃいますね。イライラしちゃったりしますから。そして、自律神経の問題。 そして筋肉を使いすぎること。これはすべて肝に悪く、目に悪いと思ってください。これは逆に目の使いすぎは筋肉にも悪くなり、自律神経、ストレス、そして熱のこもり,もこもりにもすべて関係します。これを中医学では相関、お互いに関係し合うという考え方ですので、目だけではなく逆に筋肉を使いすぎると目にも影響しちゃいますよというのは相関関係と言いますので、 今回の目についての注意学の観点はすごく複雑ですが全てにおいてそれぞれに関係し合いますので目は常に肝、そしてストレス自律神経筋肉そして風食べ物で言うと酸っぱいものです酸っぱいものは肝にいいのですが逆に酸っぱいものを食べ過ぎてしまうと胃がどんどんムカムカしてしまって熱が上にこもってしまいますので酸っぱいものも食べ過ぎないようにしましょう もっと言うと、辛いものの食べ過ぎは熱がこもってしまって、逆に肝に悪影響、目にも悪影響を及ぼしやすくなってしまいますので、これも気をつけてください。中村の対極拳解説まずは、目においては血の巡り、首肩、背中の血の巡りをよくして、緊張をほぐして、これは太極拳が非常に良いです。そして、ストレスや自律神経においても、太極拳がすごく良いです。 なぜかというと、ストレスは緊張です。体極拳は常に緩めましょうです。そして自律神経というのは何かと言いますと、規則正しく何かを行うということです。体極拳は一定のリズムで力を使わず、腰の高さも一定のリズム。そして精神も一定平らです。これがいかに自律神経にいい影響を及ぼすか。そして筋肉においても常に緩むこと。 頑張ることではなく、緩むことを目的とした太極拳のわけですから、ぜひ、太極拳でもって、管理良い太極拳。緩む、ストレスや規則正しい自律神経や筋肉を緩ませる。そういう太極拳、ぜひやってください。中医学の観点において、目について解説しました。ご視聴いただきありがとうございました。中村元光でした。